らっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。皆様こんばんは、元美容部員の和田さんです。いらっしゃいませ。本日もお忙しい中ご来店いただきまして誠にありがとうございます。本日は、ちょっとラフな感じで出演させていただいておりますが、久しぶりの質問コーナー。今回はメイク以外のプライベートな質問コーナーになっております。一応ですね、質問に答えるだけ だとね、みんなつまんないかなと思って、結構写真だったりとか動画もいろいろ交えながら、プライベートな愛用品もご紹介しながらしていくので、ぜひ最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。マロンさん、ありがとうございます。好きなお洋服の系統は何ですか？差し支えなければブランドも教えていただけると嬉しいです。まあなんかスポーティーだったりとか、カジュアルだったりとか、ちょっとドレッシーだったりとか、まあ、いわゆるいろいろ着てみたいなとは思っています。 ZARA、GU、H&M はもうマストで着ております。和田さんと韓国系 YouTuber スプちゃんのつながったきっかけを教えていただきたいです。ありがとうございます。スプちゃんは、ロレアルパリさんのイベントで、パリに行った時に、韓国の、代表 YouTuber さんとしていらっしゃっていて、もうねすごい仲良くなって、先週もご飯に行ってきました。そう、日本に遊びに来てて、私は韓国語が喋れないので LINE の通訳 のトークルームで一生懸命会話したりとかしました。はい、じゃあゆめさん、好きな言葉は、好きな男性のタイプは、どんなデートがしたい、好きな、すごいいっぱいあるから、好きな言葉は決めた未来にしかならないみたいな、なんかそういう言葉が好きです。どんなデートがしたい、憧れるのはさ、おうちデートとかかな。すいません。次、アンコロモチさん、和田さんが日頃美容と健康に気をつけて食べたり飲んだりしてるものがあったら教えてほしいです。飲んでるのが青汁、あとディフェンセラかな、絶対飲んでるのは。やっぱりね、老廃物がしっかりこう体内から排出されないと、お肌にもすごくね影響が出てきたりとか、どうしても野菜をね常に摂ることはできないので、それで青汁を1日2回は摂るようにはしてるんですけど、忘れる日もあります。次、海外旅行行きたい会社員さん、今ハマっている食べ物、もしくはこの夏試したい食べ物か。この前ユーコスの商店街に出演させていただいたんですけど、その時にユーコスが食べてたね、他力本願っていうところのかき氷、なんかね一口ねもらっちゃったんですよ。あーんって嬉しかった。はい、次、のりまきさん、和田さんは恋することと綺麗になることは関連すると思いますか？もうね一言、絶対関連する。はい、次、あこさん、これからどういうお仕事をしていきたいですか？彼氏または結婚相手に望むことは？おお、結構恋バナが多いですね今日は、うん、私自身が結構なんか壁にぶつかっても、こうなんかすごい大きいことにチャレンジするみたいな方々を見て勇気をもらって今の自分があるっていう感じなので、そういったことをやって周りの人たちにそういう風に勇気を与えていきたいなっていうのはあります。結婚相手に望むことはもうただ一つ、この和田さんのことが大好きな人いますか？いますか？麦さん、新しいことを始めるのが怖くてその場で足踏みばかりしてしまいます。和田さんは行動力はありますか？もしあるんでしたらどうすれば身につくのか教えてほしいです。もうね、私も実はねものすっごいチキンでビビリで、もうなるべく無難なところを選んできたタイプなんですけど、まあ、いろんな素敵な方々とお会いして刺激をもらえるようになったのは、今思えば一つ大きな行動をしたからだなと思っていて、私の場合は、美容部員という現場でこうやってねメイクをしていた立場から C チャンネルっていう、その今までとは全く環境が違うところだと思うんですけど、その後、まあ、YouTube を始めるっていうのも自分の中ではすごい勇気が必要だったことだったので、基本はチャンスが来たらやるようにしています。うららさん、札幌コレクションの時にお召しになっていたワンピースはどちらのものでしょうか？こちらです。アドバイザー2万円ぐらいしたの。バクガさん、和田さんのモチベーションを上げる方法が知りたいです。ありがとうございます。自分をコントロールするっていうのはすごく大事に自分では思っていて、私を本当に助けてくれるのがこういう本たちですね。メイクアップアーティストの吉川さんっていう、キッカのブランドのディレクターだった方なんですけども、女性を綺麗にする本とか見てすごくテンションが上がるものっていうのは常に見てます。あと
はなんかほら会社系のなんかベンチャーがこう成長していく姿を描く本とか、あっちゃんさん、メイクは何のためにすると思いますか？ただ一つ、自分に自信を持つためです。サクさん、ハードそうなお仕事ですが体力作りとかジムに行ったりとかしてますか？その時間はどうやって作ってますかっていうことなんですけど、私は今全然ちょっとジムには行けてないんですけど、基本は行くようにはしてます。短時間で効果を出したいタイプなのでパーソナルに通ってました。類まれなオタクゆりえさん、早寝早起きができません、夜更かししてしまいます、どうすれば健康的な生活スタイルに戻せるでしょうか。私もまさに超夜更かしタイプだったんですけど、ワンちゃんが来てからもう何が何でも6時に起こしてくるので気づいたことがあるんです。朝6時に起きればどんなに嫌でもね、10時には本気で眠くなります。お、ちょっと同じ事務所の後輩です。パルーカパピプペポ、アイデアが浮かばないときどうしてますか？スランプ真っ只中です。多分アウトプットしてる時間だったりとか、人とこう話してる時間とか、コミュニケーションを取る時間がすごくね多すぎたりとかすると、自分の中にあるエネルギーっていうのがもうすごく少なくなってきちゃうと思うので、もう言いたくてたまらないっていう状況にならないと多分アイデアって全然出てこないから、とにかくこれこそ早寝早起きして、いろんなワクワクとかいろんなこう感動するっていう自分なりのことをね入れていけばいいかなと思います。ナナシちゃん、アンジュに対して一言、いろいろ教えてくださってありがとうございました。リップルさん、以前アイスコーヒーがお好きだとおっしゃってました、おすすめはどこですか？もうね、アイスコーヒーのことなら何でも聞いてくださいっていうぐらい大好きなんですけど、私一番大好きなのはサンマルクのアイスコーヒー。はい、じゃあミエコさん、昨日かぶってたピンクのキャップはどこの？実はすごいキャップマニアなんですよ。見える感じだけでもこのぐらいあるんですけれども、ピンクのキャップっていうのが可愛くないですか？こちらシンプルでこんな感じで、ヘレン・カミンスキー、これなんかはもうねクタクタでしょ、もうさ使いすぎてもう結構ヘコヘコになっちゃう。あとはこういうキャスケット系ね、私キャスケットが大好きなんですよ。あとこれはね、新宿のねちょっとアメカジっぽいお店で買ったの、可愛いですよね。これはちょっと頑張って頭で買ったんですよ。やっぱ物が違いますよね、こちらは。だバレンシアガもね、これは念願の帽子を買ったんですよ。こういった感じで、わーおしゃれみたいな、ただのねパーカーで今度も安いのにおしゃれになっちゃうっていうのがすごいキャップがね好きな理由なんですけれども、ということで結構たくさんいろいろ質問に答えさせていただいたんですけれども、皆さんにもっともっと和田さんというね存在をもっと知っていただくためにも、もうちょっとこういろんなプライベートの部分とかお見せできたらなと思っています。インスタグラムの方では実はねちょっとプライベートチェックな密着動画とかも気が向いたら出しているので、ぜひそちらも見にいらしていただけたら嬉しいです。本日はちょっとバラエティチックな動画を出させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。また次の動画でお会いいたしましょう。またのご来店を心よりお待ちいたしております。ありがとう、来てくれて。まあね、今日選んでます。見て。他にもおすすめの動画がございますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご来店ありがとうございました。